こそひろきのチャンネルへよく来てくれた。ん？待てよ。この動画を見ているということは、もしやまだチャンネル登録をしていないな。仕方がない。今すぐチャンネル登録をするんだ。さあ、どうした？早くチャンネル登録をするんだ。何？チャンネル登録の仕方がわからないだと？一体何を教わってきたんだお前は。仕方がない。俺が直々に教えてやろう。チャンネル登録をするには、まずチャンネル登録ボタンにカーソルを合わせる。そしてアクションボタンを押すんだ。さあ、やってみろ。どうした？早くアクションボタンを押すんだ。何？アクションボタンがないだと？そんなはずはないだろう。アクションボタンはプレイステーションコントローラー。すまない。今までのことは忘れてくれ。こちらの手違いがあったようだ。また一から教える。もし今君がパソコンからこれを見ているのであれば、チャンネル登録ボタンにカーソルを合わせてクリックを押してくれ。それでチャンネル登録ができるはずだ。スマートフォンから見ている君はチャンネル登録ボタンがあるはずだ。それを指でタッチしてくれ。そうすれば登録できる。君はいつでも最新の動画を見ることができる。おめでとう。健闘を祈る。